ディーテクノだよ。ちゃんと覚えてね。いいじゃん、マーベラス。おそ松さん、欲張りニートアイランド。はい、というわけで結局間に合いませんでした。いやー厳しかった。頑張ったんだけどね、最後の最後は頑張ったけどこんな感じになっちゃって。でお知らせで、なんかね2話を見たか、2話だね、イミキの1話を見た方がわかるキャラが出てくるらしいです。ちゃんとしてる。ちゃんとしてるみたいです。おかえり。もう来ないかと思ってたけど。そして受け取りましょう。来ればいいんじゃない？というわけで、38,076位。今日は絶対に行かないぞ。なんと4枚には入りました。報酬もね、かぼちゃの馬車ね。ちょっと意識したかいようなことばかり言っちゃったけど、まずはもらおう。ちょっと数日を空いちゃったんですけど、しょうがねえ、動画撮れなかったんで。俺もだよ。さて、受け取ったからチケットまず交換だ。これだ。で、このチケット、難点なのが、全員引き換えるとラインナップがリセットされる。つまり、そのキャラクターの公平を見たい場合は、全員、まずは取らないといけない。残念ながら、取れなかったんで、こうやっても無理なんですよね。だからもう他のキャラクター取りすがない。これはもうしゃあない。でもまあキャラ欲しかったからいいけど。何これ、めっちゃ光ってるよ。わーい。ストーリーね、あと2枚、あと2枚か。まずは市松兄さんだな。まあ、演出はもうこうなるからね。嘘、マジで？俺こういうの困る？よし、あと一人。どうしようかな。236。どうしようかな。236。よし、カラマツ兄さん。何を持ってカラマツ兄さんか分かんないけどね。もう誰にも俺を止められないぜ。よし、でもチケットはないからダメと。残念。飴はもらえるかな。まあ、でも強いて言うなら、いいかな。
俺も主役やってもいいか。どうもチョロマツです。今日は絶対に相談があるんだけど。キャラ解放しているかどうかで判断するしかないか。奇跡会覚醒はしてるね。カラマ先生は OK ね。ちょっとハロウィン仕様に、あ、市松兄さんまだね。ほんとくだらない。十四松は覚醒済み。無重力トッティまだ、トッティまだね。おそ松兄さんはまだっぽいな。チョロ松兄さんも OK でしょ。シコ松 OK でしょ。ってことはここと、ここと、ここか。ってことは1 146だからなんだ。合格組、合格組か。不要組か。いいかな。俺も主役やってもいいかな。おそ松兄さんいた。本当くだらないよね。違う。ごめん。ごめん。ごめんって市松兄さん。自分で分かりやすくしておきながらさ。なんかすげえことになってるし。あれ？完全に芝居だよこれ。あれ雨あげれない。計算が狂って。雨あげれない。あれ？雨ってもうあげれないの？なんで？理由を言わなきゃダメ？え？完全に芝居だよこれ。嘘。もうあげれないの。うわ。あれあげる方法ないのもう。へえ。ほんとシェーだよ。マジっすか。うわなぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。仕方ない。とりあえずあちこち解放されたんでそれも見たいと思います。一気にレベルをね25まで上げたので泉が疲れになりました。水産物を回収入手できるようになります。女神の泉を蘇らせるとね。わっわかかる。変わってるね。へこみ。わ待ってこれはひどい。いろいろ回収しなくちゃいけないんだけど、あー場所が狭い。これかハリネズミのジレンマってら。あーどうしようか。なんか置けるか、置けるか。ちょっとショップでもらったやつでも。確かなんだっけ、ハロウィン用のハロウィン用どれだっけ。持ち物で見ればいいのか。これか。これをここに置いてみると。ちょっと意識高いことばかり。じゃあ手に入れたキャラクター4人いるから。なんで理由を言わなきゃダメ。完全に芝居だよこれ。よしまた、また押しちゃった。から松にさんでしょ。俺は孤独に行く。どこだよ。市松兄さんはどこだ。市松兄さんはどこだ。いた。今エスニャンが来てるってことはそういうことか。俺も主役やってもいいから。クロース。友達？仲間？俺には一緒じゃない。さあ見てみましょう。
向きを変えてみよう。これ4人用になるのかな、全員乗れるのかな。なんかあまり変わんないな。ここにもう一人を乗っけるとどうなる。ダメ。ごめん。俺も主役やってもいいかな。ごめん、4人乗りなんだ。こんな感じが。はあ、よし。もうね、いろいろやっちゃったからでも。まずは回収だ。もう何にもやってないからね。うわ、この数よ。これも結構減ってるしょ、これも減ってるしょ。また地道に上げないといけないな。トマトは？トマト16か。よし。意識高い系のことばかり言っちゃったけど。じゃあどんどん回収。人参はあるはず。いいかな。俺も主役やってもいいかな。向きじゃない。陶器だった。陶器。あ。変わってるね。アイテム4つ購入か。あ、寝かしたままだった。牛乳。また2個でいいや。やっとミルク使ってしまった。ミルクがない。この辺はやっとこう。よし。で、あ、ないんだよな。生地。ゆっくりしてけよ、バル。どこだよ。これで生地が少しは戻った。あ、ない。麦がないと作れない。あ、2。あ、なんかピザか。ほう。完全に失敗だよこれ。何かしら作っとくか。俺も主役やってもいいから。これだ。もう一回麦植え直して。でも強いて言うなら、まず大丈夫だね。一気に収穫しよう。わあ、色が変わって。変わってるね。なんかすげえことになってるし。よし。イチゴがまだ残ってる。完全に失敗だよこれ。まあ、まだあるんだ。これで刈り終えた。よし。で、もう一回イチゴ植え直しか。イチゴイチゴ。イチゴイチゴ。見える位置の子。どこだよ。よし。あ、クルーザーほったらかししたままだった。思いっきりほったらかしした。わあ、人参か。あ、これはいけるな。これないな。よし、人参いって、残りはお手伝いにしよう。ちょ、日にち空いたかな。あー、ありがとうございます。うわ、え、買ってきた人いる。若葉松推しの MS 松さん、ありがとうございます。ちょっとね、一つネタ枠を置いてみたんだけどね、もう一つね。それまで買っていただいてありがとうございます。いや、ほんと、旗棒狙いだから買わなくていいんですよ。あくまで本当はネタだからね。フルーツ、いっぱい。
重視しておこうかな。で、さあまず一つ目のネタワーク、よしこれだ。で、ここにドカンとありえないもの置いとこう。これでどんだけになる。648。まあ大丈夫でしょ、誰も買わないと思う。フリではありませんよ、買わないでくださいね。よし、これで戻るとタタン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 って出るよな。テンションだけのガソリン。だよ、しまった、やりすぎた。積み込みを手伝うって言っても、積み込みが、ま、できないとか分かんないんだよな。分かるかな、パッと言って。できてませんよとかっていう。ああ、来てない。来てないかった。変ね。マックスじゃないからな、結局は。募集かけてないからな、結局。難しいな、募集かけてるかどうか。何でわかるんだろう。まずかこれは戻るか。変わってるね。どこだよ。これわかんのかな。自分がもう最下位ですよ。あ、できてるできてる。よし、トウキビだな。いいかな、俺も主役やってもいいかな。完全に失敗だよこれ。よし、あとはもうストーリーを進めていく感じになるかな。チャレンジも一個だけ。5回出、あ、やったな、確かに。やすぐ来た。クロース、クロース。スタートだよ。あ、忘れてた、ここも忘れてた。あー、ない、豆が減っちゃったんだよな。また儲かったじゃん。とある依頼のせいで、この積み荷の依頼のせいでね、思いっきり豆減っちゃって。クロース。どうも、チョロ松です。イベントがないとなんかちょっと上げにくいな。これなっちゃうと。ワンツースリーアウト。ないんだよな、豆腐ができたから。これか、じゃあこっちだ。また儲かったじゃん。使えるね。こことあと味噌だっけ。ああ、ない。なあ。ああ、ダイヤもないと厳しいな。ちょっとね、ちょっとリアルの方でね、いろいろ勝ちたもんでね、グッズを。松グッズ買っちゃったもんでね。あと雑誌も買ってはいるけどね。
イラスト、ストーリー、前編だけでも。はい。何？あい、あい。ああ、そうなんだ。うん。嘘でしょ。違うよ。マジか。光属性魔法。何のアピールしてんだ。やれやれ。どうする。それじゃ。わかった。ボウエボウエ。何これ。お疲れ様でした。ええ。なんで。やったー。待って。また、あ、そっか、ストーリー見ればそっか、ダイヤもらえるもんな。中始末怖い。でもやっぱ中始末光なんだな、やっぱし。別に死んだって。なぜだ。いいか、その場その場の最前提を尽くす。ごめんなさい。さあ急ぐぞ。ああ。あれは。どういうこと。やめるんだ。いやだって。大丈夫じゃない。え、そんな。たのしやばい。まずい。これはかなりの難敵だ。一筋縄じゃ倒せないぞ。想像がつくけど怖い。でもなんでゲルゲなの。それだけ音声なかったか。何これ。うま。トマトジュース。え、急に来られても。いや、余計なお世話。やるけど。本当に今。うん。別にそれでも。行こうよ。嘘だろ。あ、続き知りたい。続き知りたい。どっかで見れないかな、ストーリー。ストーリーだけでも見たいけどな。よし、トウキビ回収。トウキビを復活させる。トトコだよ。卵か。卵はいいんだよな。圧迫するんだよな。だいぶ圧迫するんだよな。違う。どうだった。スイートイチゴスムージー。あれだな、マンゴースムージーって。松捨てね。車のガソリンにマンゴースムージーが入っていた。作れないよな。無理だよな。ミルクが足りないよな。残念。作れるもので新しいものはなさそうだよね。ゲルゲは後でいいや。28までないのね。
了解。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど、かも。あ、変わってるね。あとはもう上げていくしかないんだよな。ありがとうございます。ありがとうございます。呼び寄せよう。今のうちにもらおう。クリスタル。あ、え麦40合わせて80 え、割に合わなくないこれいや時間かければできるかもしれないけどさえ、つらー。さすがに、さすがにこれはお手伝いでしょ。自分ではどうにもできないよ。そばは1個やる。あとはこれぐらいかな。あ、そばやっちった。ああ、こっちのそばだよ。こうよ。しゃあね。変わってるね。ランクもちょっとずつ上げないといけないんだよな。すげえことになってるし。ストーリーは多分見たはずだから大丈夫だよね。なぜ俺はこんなにみんなのことを愛しているのに傷つけてしまう。あ、できてる。人参が減ってるから人参も置かないとダメだな。人参を置く。よし。あ、ちなみに、今現在2話を視聴5でございますので2話の話もね、いろいろできますできますけど、まあ個人的に好きだったのは、おう、なぜだって中島さんがバンって叩いたところで唐松兄さんを無意味に叩くという。そしてフレンドガチャを引くという。引くだけ価値があるからね。スキルもどんどん上がっていくからね。世界平和。誰かといないと何するか分かる。来ないの。よし、左よし、前はよし。相談があるんだけど。スキルが上がるのは嬉しいんだけどさ、新品来ない。帰ろう、もういいよ。ウィンドの音を聞いて。あの、これ今日のアジェンダです。来ねえ来ないな。頼もう、頼もう。ダメだった。こっちも引きたいんだけどな。優勝のみ入れてやっちゃう。痛いな。さすがにこのダイヤだと心もとないんだよな。よし、もう一回だ。こっちをもう一回引いてみる。なんか来い。余計なお世話。くじ置きはつらい。つらい。旅行行かない。おすます兄さんに来たか。絡まつか。パチンコ行く人。うん、己を高め。ちょ、始末。年間ホームラン20本は硬いよ。本当ダメ人間だよね、みんな。あ、来た。
小学生が相手でも女子というだけで緊張。新品のか。ごめん、ごめん飛ばしちゃった。余計なお世話。ようやく新品来た。ようやく新規来たよ。でもストーリーはないけどね。ロース。ロース。よし、麦。とばけて、こっちの方がいいか、画面的にはここかな引き換え、とばけて引き換えれたのは4キャラのみ。上位の方々、素晴らしいです。自分は全然いけませんでした。とばけて今回はここまで。